ストレートエニアグラム二等兵です。二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、前のタイプ別の口癖で、うん、あのネルネルネルネさんの、うん、リクエストに答えて、はい、ありがとうございます、はい、やらさせていただいたんですけど、うんうん、今度そこにまた新しいのリクエストしてくださいって言ったところ、うんうん、ミッシェルさん、うん、ありがとうございます。大好きですミッシェルさん。ミッシェルさんが、はい、あのまあ、各タイプのとらわれと、うん、それを軽減させるために、うんうん、どんな考え方をすると良いかを、うん、まとめていただけると、うん、とても参考になります、うんうんうん、っていう意見をいただきました、うんうん、ありがとうございます。ありがとうございます。それを参考にというか、うん、もうそのままいただきまして、うん、ちょっと考えましたと、うん、でこれちょっとすごい難しかったのが、うん、あのとらわれって言ってるところと、うんうん、例えばこのヘレン・パーマーさんっていう、うん、あと鈴木秀子さんが訳したこのエニアグラム、うん、職場で生かす9つの性格っていう本だと、うんうん、歪みと微質っていう表現をしてるんですね、うんうんうん、なので、まあ、各本ごとにこのドン・リチャード・リソさんとかだとまた全然、うんうん、あのとらわれっていう言い方と、うんうん、まあ本当ちょっと違う、いますもんね。多分同じ人でも言い方違ったりとか、ね、多分訳す人が変わって違ったりとかっていうのもあると思うし、はい、なのでこう多分一緒じゃない可能性あるけど似たようなところ、似たようなことなのかなとは思ってます、うん、で、今ここに書いたのは、うん、このヘレン・パーマーさんという方が書いたエニアグラム、うん、職場で生かす9つの性格っていうのを参考に書いてます、うんうんうん、で、まあ、ミッシェルさんの話だと、まあ、個人的にはどのタイプもとらわれについては突き詰めるとマインドフルネスに行き着くと思っています。また難しいワードが出てくる。マインドフルネス、マインドフルネス、 Google とかが取り入れたってやつですね。なんかよく見るとマインドフルネスで Google と意味的には、経験に注意を向ける心理的な過程であり、瞑想およびその他の訓練を通じて発達させることができる、分からない、難しい、 難しい。ただまあそこに注意を向けるっていうことなのかなと、うんうん、さっきあのネットで調べて出てきたやつ、はい、なんて書いてありました？ Google も採用するマインドフルネス瞑想で、これを例えると、はい、マインドフルな状態っていうのが、はい、通勤中足取りが軽いことに気づいて、咲いてる花に気づいて、どっかの子供の声に気づきながら会社に着いた状態で、はい、マインドフルではない状態、通勤中昨日のことを考えて、はい、今朝のことを考えて、今日のことを考えて、知らないうちに帝国通りに会社に着いてたみたいなのがマインドフルではない状態。なるほど。だからなんかこう周りになんとなく意識を向けて生活してる、意識を置いた状態っていうのがマインドフルな状態。なるほど、なるほど、うん、あ、というのは、うんうんうん、あのよくこういうエニアグラムの本とかで、うんうん、大体その前書きみたいなものが書いてあるんですよね、うんうん、その僕あの各エニアグラムの本の前書き読むの結構好きで、うんうん、あの例えばそのドン・リチャード・リソさんがよく挙げられるのが、うんうん、その大御所の大御所、はい、うん、私たちは看守のいない独房に入っている囚人のようなものであると、うんうん、だが無理やり誰かに、うん、電車もうるさいだが誰かに無理やり閉じ込められたわけではないし外に出るための鍵も一緒に入ってますよ、うんうん、ただその鍵を見つけることができれば、うんうん、扉を開けて自由になれる、うんうんうん、っていうのがまあそのエニアグラムですっていうのを言っていて、うんうん、このエニアグラム入門っていう、うん、結構これ古い本、うん、これを読むとさっき囚われた牢獄に囚われているって書いてあったんですけども、その牢獄っていうのは自我であると、うん、エゴだと君らの、うんうん、でそのエゴを発見できれば、うん、身の安全と存続を守るために作り上げた隠された基本的な自己防衛戦略といったものが分かる、うんうん、
でよくその自己、うん、自分を守るための基本的な自己防衛戦略っていうのをこの磯さんが言うと根源的な恐れっていうことになるんですよね。根源的な恐れと欲求ですよね、はい、うん、で先ほどのマインドフル、うん、マインドフルな状態とフルな状態とそうじゃない時っていうのは、うん、そうじゃない時っていうのは多分囚われている、うんうん、要は自己防衛本能が動いていて、うんうんうん、それに目がずっと向いている状態を、うんうん、多分、うん、その結びつけてるのかなと、うん、っていうと各タイプごとの、うんうん、その落ちてる状態っていうのが、うん、知ることがあっていうことですよね、はい、その根本にあるものが、うんうん、よく言われている根源的な恐れ、そうそう、リソさんが言う根源的な恐れがあって、その根源的な恐れの対処方法として欲求、根源的な欲求が生まれるっていう、はい、で、まあ、こういうところですよね、結びついてるのが。で、あのよく根源的な恐れで言われるのが、うん、例えばタイプ1だと怒りって言われている、うんうんうん、タイプ2だとプライド、うん、タイプ3は欺瞞、うん、4は嫉妬、うん、5は強欲、うん、6は恐怖、うん、7は退職って、うん、退職とこれには書かれています、うん、であと8は支配、うん、で9は怠惰、うん、で書かれている、うん、要はそれを恐れているがあまり根源的な欲求があるよ、うん、そうそうそう、なのでタイプ6だと恐怖があるから安全を求める、 で磯さんはそれを根源的な欲求って言うんですよね、うんうんうん、でタイプ1は完全、うん、怒りがあるのは不完全だからだ、うん、じゃあ完全っていう根源的な欲求、うん、2は、奉仕、うん、3は効率、うん、4は本物の自分、うんうん、5は知識、うん、8は6は安全、うん、7は理想、うん、8は正義、うん、9は平穏とありまして、うんうん、これはこの根源的な恐れからにを守るための欲求だと、うんうん、っていうのは、まあ、ちょっとエニアグラムでもよくこの3は効率がいいとかっていうところの部分ですよね、うんうん、まあそうですね、はい、ただこれ今までその私リソさんのこの説明だと全然ピンときてなかったんですね、うんうん、安全、まあまあでもみんな安全の方がいいと思ってるでしょ、うん、ぐらいしか理解をしていなかったんですけども、うんうん、こちらのこのエニアグラム入門っていう本を読むと、うん、根源的な欲求っていう言い方じゃなくて、うん、落とし穴って書いてあったんですね、うんうん、要はこの完全、うん、奉仕、うん、効率、本物の自分、知識、安全、うん、理想、正義、平穏っていうのは、うん、全て落とし穴だという表現がしてあってですね、うんうんうん、それはすごいピンときたんです。多分理想さん的にはこういう欲求があって、はい、そこに囚われてる状態っていうのがもう一段階あるじゃないですかね。でそれがそれにリンクしてるのかな。あ、それってのはこっちですよね。そう、多分安全っていう状態が欲求だとするじゃないですか、はい、でそういう欲求がありますよっていうのと、はい、その欲求にとらわれてる状態がありますよっていう2段階。なるほど。で、あ、違う、あ、違うなって、ごめん、違う、うん、違うっていうのは僕の中で違うだけです、すいません、うん、なので多分そのとらわれてる状態っていうのと、はい、陥ってる状態、はい、落とし穴っていうのがこうリンクしてるのかな。あ、そうです。目覚めの注意信号とかっていう状態がのことを書かれているものもあったりするので、それがそこに、あ、そこっていうのは分からないんですよね、多分。あ、そこっていうのは、そこっていうのは、今言ったあれです、目覚めの、ただ本によって書き方が違うので、う、はい、欲求があるっていうのと、でその欲求がこれですよっていう、で欲求って書かれているのがリソさん、うん、リソさんで、そこに欲求と囚われっていう状態がまた別にあって、別にというか欲求っていうのが欲求としてあるじゃないですか。安全という欲求があるっていう状態って別に悪くはない、適切であれば、適切であれば、はい、でその適切が落ちてくると囚われになっていく
そうですね、みたいな状況なの でそこでこう目覚めの注意信号みたいな感じなのが落とし穴の状態。あ、それを落とし穴っていうのか、うん、目覚めの注意信号っていうのかの状態が僕はここだと思ったんですね、うん、要はその、 あの安全って意識した瞬間に、うんうん、それは一歩もう落とし穴に近づいているっていう、うん、健全な安全もある。もちろんこれはとらわれすぎてなければいい状態、いい、はい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 、別に安全とかこう完全とかっていうのは悪いことではなくて、そうですね、でそこにとらわれることが悪いっていうような感じのニュアンスなので、その欲求としては別に悪くはない、安全を求めるっていうのは悪くはない。例えば、うん、この、エニアグラム入門、うん、で要はこの本がこの根源的な欲求、まあ、うん、落とし穴って言ってるんですけど、うん、その落とし穴で、まあ、例えばちょっと分かりやすいので、ね、6、うんうん、安全なんですけども、うん、この安全が間違った時なんですね。あ、そうです、で、うん、この間違った状態っていうのは、例えばタイプ6の間違った安全っていうのは、うん、その安全にとらわれているのは、うん、その安全は上司や規範といった権威に対する上旬に基づいています、うんうん、自分で考えてないんです、うんうん、その指導者に忠実であることによって、うん、彼らは自分が疑ったり決断から逃れることができるので、うんうん、その恐れっていうのは、うん、誰かに従うことが安全っていうふうに考えてしまうっていうのが、うんうん、あの落とし穴ですと、うんうん、で、こちらの本で書かれているのは、とらわれに対抗する方法として、うんうん、そのまあ読みます、すいません、誰もがとらわれのもとでは助けが必要であると、うん、ただその助けっていうのは3つの源から来ていて、うん、これフランス人っぽいですね、3つ、うん、3つあると自分他人、うん、神であると、うん、要は人か自分か神様だけがとらわれから解放できるよと、うんうん、ただ自分の抱えている問題を理解して努力によって適当なというのは適切であるっていう、うんうん、適切な解決策を講ずることができれば、うん、自分自身を助けることができる、うん、っていうのが多分その先ほどのマインドフルネスっていう、うんうん、では自分で見る、うん、で理解する、で取り組む、うんうん、ただそれだけなんですよね多分、うん、ただその防衛本能が勝手に動いていて、うん、マインドフルネスでいくと手放しましょうですよね。防衛本能、安全安全みたいな考えてるのを全部リセットしてあるがままの状態にみたいな、いや、なんか見据えるみたいなこと書いてあったじゃん、ちゃんと見るみたいな、ちゃんと見るみたいな感じです。もうなんか瞑想状態、何も考え、今起こっている経験に注意を向ける、うんうん、だ今の周りの状態をバーンとちゃんと見るということですよね。今僕集中するなって話、あ、で僕で、あ、そうなんで、ね、言いたかったのは、僕がよくやるのは、うん、要は何も考えずに人の言うことを聞けばいいんでしょ、うん、いや見ずにね、うんうん、見ずに人の言うことを聞こうとする、うん、っていうのは、うん、マインドフルな状態じゃない、うん、それは違う。マインドフルな状態っていうのは周りの状態を見ましょうなんですよね。鳥のさえずりを聞きましょうとか、あ、花の、だから要は目の前で起こっていることを見ましょうということですよね。そうで、あんま考えるなって話なんですよね。もう考えずにもうただ受け入れましょう的な。あ、でも要はこの人たちは、うん、人間はただ考えましょうができずに、うん、その囚われ、いや自分の防衛本能で、うん、いや見てないっていうことに目を向けましょうねっていうのがマインドフルネス。マインドフルネスっていうのはなんかそういう例えば、まあ、ここで出てきたのが瞑想とかで、はい、まあ、普段考えてるような、なのでこういう恐れとか欲求とかを考えない状態を作りましょうみたいな。でもそれはなかなか難しいじゃない。難しいからどうしましょうって話ですよね。あ、でそうそうぐるっと一周回ると、いや僕の場合だと、うん、要はその間違った安全、うんうん、要は目を、うん、対して目も向けずに、うん、上の人の
いうことに従おうとする、うん、だからその誰かを求め始めた時っていうのが落とし穴、うんうん、これ落とし穴僕もタイプ6ではないんで、あじゃなくてあのタイプ6の、あ今言いたかったのは、うん、その軽トラバレを軽減させるためにどんな考え方をすればいいか、うんうん、要は上に上がるために僕はその、うん、要はこの安全安全っていう考えるのを手放しましょうって話じゃないですか。そうで、それを気づけるのは、うん、誰か人の意見を聞きたくなった時とかっていうのは、うん、そのなんていうんだろう、うん、間違った安全の方向に間違った安全の方向向かっているっていうポイントだとすると、うんうん、そう多分目覚めの注意信号的なのにそういうのがだと書いてあった気がするんですけど、で今の私の言った、うんうん、目上の人、権威のある人を盲目的に信じようとするっていうのは多分、うんうん、あ、そうそう、そういう状態に陥ってたら多分こう健全度が下がる合図みたいなっていうことですよね、うん、っていうと、この本、うん、エニアグラム入門で言うと、うん、例えば、うん、タイプ1が最後に来てる場合とかあるんですよね。2から始まるやつとか2から始まる、フィーリングタイプから始まってるんですか、はい、2から始まるやつは。そうで、例えば1で言うと、うん、彼らは完全主義に凝り固まっている、うんうん、で物事が完全でないと怒ったり憤慨したりすると、うん、っていうことじゃなくて、あ難しいですね、そう、あ一言で言おうとすると、そうで自分のタイプじゃないんで特に難しいのがあるんですよね。いろいろな過程を経て成長するものである、うん、っていうことを学ぶ、うん、あ確かにこれあの1の性あの統合の方が7だから、うん、いろいろ不完全なことをやりながら成長するものだよ、うん、だからで理解すると、うん、まあ確かにまあ、うん、でも自分がそのあまり完全を求めてないので、うんうん、だとこんな動画流せないですよね。こんな動画流せない流せないで、例えば1でその完全になってこういう動画が流せないっていう状態は、はい、多分囚われてる状態ですよね。そうです、成長のためにいろいろ性のことを経ていくものだよと。そうそう、でいきなり完全を求めてもうまくいかないし、出すの今僕たち80本出してますからなのであのそもそも完全なんてない、どこまで行っても完全にはたどり着かないわけじゃないですか、はい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 、なのでそういう完全を求めてる時っていうのは多分そういう落ちるポイントを落とすような、あと例えば、うん、ミッシェルさんが何タイプかがちょっと聞けなかったんですけども、うん、全部いく感じですかね。っていうとまあこの、うん、私が言ったこの落とし穴っていう部分が、うん、多分そのワードになってくるのかなと、うん、その囚われる瞬間っていうのが、うんうん、落とし穴、例えばタイプ9はどういう感じなんです、それ本落とし穴、平穏が落とし穴だよ、うん、だとすると、うん、あの日々平穏であればいいって考えたとすると、うん、でも 何かをすると何かが起きるじゃないですか、うん、だそれは平穏じゃないですよね。平穏じゃない、何かが起きたら、起きたら平穏じゃないから、うんうんうん、何もしないのが一番平穏じゃないですか、うん、今だから、うんうん、ってなると、うん、もしかタイプ Q さんが何かをしたいと思ってる時に平穏でありたいって強く思いすぎると結局動かなくなるから行動しましょう、しましょう、要は平穏平穏っていうのは、いやそれは落とし穴かもしれないよと、あの牢獄ですよそこは、平穏という名の牢獄、僕は安全という名の牢獄に入ってるんですよ。だと自分は例えばその松潤みたいになりたい、うん、と思ってるとしてでも安全でありたい、安全でなければって思いすぎてると、うん、もうどこにも行かないですよね、うんうん、松潤にはなれない、うん、だから、勇気を持つ、タイプ6だったら勇気を持つ、タイプ9だったら行動する、1だったら平静、平静、怒るな怒るな
あ、イライラするな。まあまあ落ち着けと。落ち着け。まあ落ち着いた姿が、うん、あの美質であるよと。うんうん、なのでまあこういうところを目指しましょう。謙遜。まあこの辺ちょっとピンとこない部分では。そうなんですよね。まあ3の正直とかは分かる気がしますよね。まあ嘘つきタイプ。いやいやいや。自分を掘らむきタイプ。虚栄です。虚栄。はい。はい。落ち着き。あ、落ち着けですよね。でこの人は本物の自分、うん、本物の自分、うん、本物の自分、まあ美徳いい状態の時っていう気分が自分が分かってるんですよ、うんうん、っていうのはこう落ち着いた状態である、はい、でタイプは分かりやすいですよね、うん、その強欲、うん、もう何でも知識を取り入れて、うん、どんどん溜め込んでいく、うん、出さない外には、うん、なのでまあでもそうするといやあなたは改革したいはずなのに、うん、貯めてるだけだよ。貯めてるだけでどうするの？どうするの？外出しましょうっていう。うんうん、でこれを執着をなくすと、うんうん、全部出てくるっていう。こだわるなっていう。はい、で僕はまあ勇気ですね。うん、今出てきた感じですよね。もう安全。そこにいても何もならないよっていう。石橋を叩いて壊す。だからそこはもう AI に判断してほしいですってことですけど。何回までたたいていいよとか、うんうん、マニュアルが欲しい。マニュアルが。まあでもそのマニュアルが欲しいっていうのが囚われてる状態っていう。そういうことなんです。だからそれは、そうそうそう、うん、マニュアルなくても大丈夫。ちゃんと見て考えなさいっていう。うんうん、で、勇気持てってことですね。そうですね。はい。なんで、うん、そのミッシェルさんが言った、あ、ごめんなさい。6で終わっちゃいました、僕。まあ6はだから勇気を持てですよね。はい、で、7の理想っていうのは、うん、どんどん理想。こっちかな、うん、こっちかなっていう理想じゃなくて、うん、いやもう、うん、重要だと、うんうん、まああんまりピンとこないんですけど重要の、まあ、この退職とかっていうのも、はい、なんか欲望とかですよね、まあ、あのキリスト教の話が結構よく出てきていて7つの大罪のことがよく出てくるので、うん、あまり日本人的にはピンとこないところがあってです、ね、多分退職じゃない書き方をしてるやつもあると思うんですよね。あ、そうですね、うん、貪欲。貪欲。貪欲、うん。そうですね。貪欲ですね。うん。なので、まあ、貪欲に求める。いろんなものを手当たり次第に求める感じじゃないですか。はい。タイプ7って。そうですね。うん、で、中庸っていうのもピンとこないけど。まあ、これだと、でも、喜びっていうのもピンとこないですよ。喜び。で、ただ、僕の感覚的にいくとタイプ9。はい。行動じゃないですか。はい。行動っていくとタイプ3じゃないですか。確かに統合の方向のワードが確かにそうですね、うんうん、なので中庸っていうと多分分かりにくいけどこう集中しろあと8だと、うんまあ、適度な力じゃなくて、うん、謙遜って見ると分かりやすいですね。そうそうそう、はい、なのでもう、まあ、そういうとこですよね。2だとどっちなんだ。2だと4ですね。4落ち着き、落ち着き、うん、なるほど、うん、まあ、2はあんまりピンとこないですけどね。プライドとか奉仕とか謙遜とかで歪みがプライドっていうのは、うん、まあプライドっていうのは分かるって、プライドにとらわれてる状態っていうのが多分僕の感覚的に理解できないっていう、まあ人のタイプはね。そうそう、はい、まあ、そもそも多分プライドにとらわれてる状態っていう状態がないので、はい、よく本当に、うん、僕の多分恐怖とかも、うん、あ、そうそうそう、多分ピンとこない、ピンとこないけど多分恐怖とかはないことはない、はい、まあプライドがあんまりないんだろうなっていうところがあるので多分分かりにくい。嫉妬とかもまあ分からないことはないけど、プライドの奉仕とかっていう感覚が僕多分ボランティア精神とかあんまりないんで、うん、理解しにくい。また我々が先生になれないゆえんですね、うんうん、ああ、分からないから、はい、そう、人たちは分かってやってるんですかね、こういうの。いや、でもこの人たちの本当の気持ちっていうのは分かってないと思いますよ。Q の気持ちなんて多分 Q の人しか分かってないと思うんですよね。なんとなくそう僕も多分言われるとああそうですねって言うんですけど、うん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 、多分タイプ6だから傷つけちゃいけないと思うからだから平穏とか言っても平穏って多分分かんない、人とのつながりがとか言っても分かんないってさっき話してたじゃないですか。で私もそう、うん、安全って言われても、うん、いやいや
お前らだってそうだろうってそうってなるんですよね。安全を求めないことはないと思うんですよ、どのタイプであったとしても、ただそこにとらわれてるかどうかっていうと、とらわれてはいないし、多分僕も気づいてないんですよ、うんうんうん、いや別にとらわれてないですよ、そうそうそう、保険が5個入ってますけど、うん、みたいなとこですよね、多分保険5個入ってるってとらわれてるよねっていう他のタイプの人がっていうようなことなんですよね、多分入りすぎじゃないのっていう、だから本人が気づかない部分もある、はいはい、のでそういうのを気づくっていうのも重要なのかなっていうことですよね、うんうん、なんでこの磯さんが、はいはい、まあ、エニアグラムをやる意義、うん、意義的なものとして、うん、まあ、その人のことが分かるっていうのは、うん、まあ、こういうタイプがいるから僕とは違うよねって分かるのと同時に、その、まあ、こういう根源的な欲求っていうことを知っておくことで、うんうん、まあ、自分の否定的な成功を、うん、まあ、自己破滅的な性器になってしまわないうちに自覚することができる、うんうんうん、なんで、あ、自分はそういうところがあると思ってるだけでも、うんうん、あ、そう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 、何か気づくとね、気づくと、うん、あ、俺意識が保険5個も入ってたみたいな、うんうんうん、疑問を持つとそこで成長できる、はい、成長の方向とか健全度を上げる、そうですね、ことにつながるかもしれないっていう、はい、さあミッシェルさん、この動画そう、なので、まあ、こういうところも深く掘り下げていく必要はあるのかもしれないですよね、はい、動画一本でまとめてバーンと出すことじゃなくて、ことじゃなくてタイプごとに、ね、タイプごとに、もうあなたはタイプ1の人はこういうふうにしましょうみたいなのを掘り下げられると、もっといい動画ができるのかなっていう、これが YouTube ですよね。まあでもこの辺がキーワードなのかなっていう気はしますよね。はい、僕だったら行動がキーワード、なんかこう平穏とか変わらない、まあ、怠惰ですよ、うん、はいはいはい、変わりたくないってなった時には行動しろ。そう、あ、僕もあ、なるほど、僕も今日確かにね、うんうんうん、確かに、うん、本当そうです、うん、なので6だったら安全安全って言って行動できなくなった時にはもう勇気を持って行動しろってあと西田さんはどんな考え方をすると良いかを、うん、まとめていただけると、と、うん、どんな考え方をすると良いか。で、まあミッシェルさん的にはマインドフルネス。で、うん、じゃあ私的には、うん、でも前もやったからいいのかな。ノート。あ、そう。言っちゃった岡田敏夫さんの言うノート。ノート、五行ノート、うん、B 語ノートに、はい、自分の考えをまとめるっていう、うんうん、ノート、今3ヶ月目でございます。うん、出来事を全部書く。うん、と紙に悩みを預けることができる、うん、でそれを客観的に見ることができる、うん、っていうのはなんかそのマインド瞑想とかやると結局、ま、うん、僕って頭の中でずっとその考え事、うんうん、話し合いが始まるんですね、うんうん、わーって、うんうん、収まらないんですよ。頭の中で会議が頭の中でそうタイプ6はだから無理な、うん、なんかあるんです、やります瞑想とかって。瞑想はやらないですけどね、やらないけど、まあ、多分本能タイプの人は瞑想的ですよ、はい、普段から、今を生きる人たちなんで、はい、普段からこうあれこれぐわーっと考えてなくてぼーっとするときはぼーっとしてる。ああ確かに、うん、さっきマインドフルネスを言ったときに、うん、なんか小鳥のさえずりとかって言ってたのを、うんうん、ピンとくるのが、うん、たまに青空見るんです。ああ、どう、うん、青いって、うんうん、どう思います。タイプ級というか僕とかだと、はい、飯食ってうめえとか言ってはーって幸せに浸るみたいなのは多分本能タイプの人は普段からあるんじゃないかなって。あ、まあ、うん、腹に落ちる、腹に落ちる、まあ、でさっきのあの説明を見るとマインドフルネスの状態がいいとは言ってない。なるほど。時にはそうやって心を落ち着ける必要があるって言ってるんですよね。なるほど。なのでそれぞれが例えばこう、まあ、僕だったら行動じゃないですか、はい、行動できるためにはどうしたらいいかみたいな時に瞑想なのかっていうと、まあ、そうじゃない可能性もあるのかなとか、タイプ6の人はこうやってまとめることが、あ、自分の頭の中の会議を全部書くと、そう、全部書くことによってこう勇気が湧く
みたいな、あ、具体的にこう客観的に見ることができて、具体的にこういうふうにしたらいいんだっていうのが分かると行動できる、勇気が持てる。そうで、自分で理解してできたじゃんになるんですよね、うんうん、はい、ってなるとこういうノートがいいとかっていうのは多分人それぞれ変わってくる可能性もあるのかなっていう。多分西野さん怒ってますよね。瞑想だろうとじゃなのか、うん、こんだけ見さしてね、30分動画見さしてまとまってねえじゃねえかって、うん、まあそこは、ね、西野さん来てくれればね、喋りたいですよね。喋、うん、りたいそう、瞑想なので僕がこうノートをバーッそう勧められて書いてますけど、もう書けって買ってきてそんなにこう書くことがない、書くことがない、あの日々あったこととか書いても、はい、うん、で何にも考え、これが5年後に変わるらしいですよ、岡田敏夫先生に。そうなんですか、うん、で僕がこう役に立つなっていうのは日々のアイデアとかこうまとめておくみたいな、はいはいはい、こう忘れてしまう、まあ、メモですよね、すよ、うん、っていうので後から見た時にあこうこうとかっていうのでは役に立つな、はい、だから頭の中のモヤモヤしてるものを整理する、あ、なるほど、みたいな感じでは役に立つなっていうところですよね。でそこと行動が結びつくかっていうとそんなに結びつかないなっていうのが。でもそのまとめたことをやろうと思った時に、うん、あ、その役に立つって話ですね。あ、はい、役に立つっていうのとこう平穏平穏って言った時に行動できるかっていうのに対しては そんなに関係、因果関係はないというか、まあ、そういう感じは、はい、すいません、いえいえ本当すいませんあ、なので役には立つんですよ。ああ、頭の中は整理して今またミシェルさんに、あ、ミシェルさんにすいませんまとまってなくて、ええ、うん、なのでなんか見つけましょうみたいなのはよく言ってます、いろんな人が、それぞれが方法をね、方法、はい、あ、じゃあ僕はノートです、ノートです。あ、 なのでこういう時になった時にはなんか温泉に入ってのんびりすると頭がリフレッシュしてこう行動ができるとかっていう人もいたりとかするので、なんかそういう、まあ、ポイントは多分この辺にあって、こういう、まあ、急だったら行動するためにはどうしたらいいのかみたいな、計画を立てるとか、あ、それこそアファーメーションでモチベーション上げるみたいなのも有効かもしれないですし、はいはいはい、そういうのを見つけていきましょうみたいな。あ、はい、そうですね、うん、自分で考えるって考えるそう、自分で考えるってことですね、うん、そう、まあ、こういうのがあるの で、うん、でそれをまず知ることで、でその後どうしたらいいかを考えましょう、考えましょう、で結局こう考えましょう苦情のメール待ってますはい、はい、待ってます。ありがとうございました。バットボタンでもいいですもん。あ、もう見ていただければ、はい、ここまで見たならバットボタンでいいです。もうバットボタンでありがとうございました。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい。